国家安全保障に関する官邸機能強化会議は、第90代内閣総理大臣、安倍晋三が主催していた会議の一つ。安倍が2006年自由民主党総裁選挙や、第165回国会の所信表明演説において表明していた首相官邸機能強化策の一つで、日本版 NSC 構想を練り、深め、法案の叩き台となる報告書を作る目的で、 設置されていた。2006年11月13日に設置。議長に安倍晋三、議長代理に首相補佐官小池百合子が就任した。2週間に一度の割合で開かれ、2007年2月27日に小池によって報告書が提出されたことでその使命を終えた。報告書の概要は国家安全保障について、 境外化している安全保障会議を抜本的に見直し、一国防の基本方針、防衛計画の対抗を含む外交安全保障の基本方針の政策立案に関係省庁間の調整、三武力攻撃事態その他の重大緊急事態などを含む重大事態に対する基本方針の政策立案、これら一から三の各機能を首相の直轄下で 統合的に行うための機関を国家安全保障会議とし、これをもって日本版 NSC とするというもの。この報告書に基づいて安全保障会議を国家安全保障会議に改祖し、事務局を設置することなどを内容とする安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案が第166回国会に提出されたが、教育関連参法改正案。 年金問題、国家公務員法改正案等によるしわ寄せのため、継続審議となった。その後安倍が総理を辞任したこともあり法案は廃案となったが、2012年の第46回衆議院議員総選挙で対象し、総理に返り咲いた安倍は、第185回国会に法案を再提出し成立させ、国家安全保障会議を発足させた。 2007年7月4日に防衛大臣に就任した小池百合子は報告書に盛り込まれていた秘密保護を従前なものとする情報保全システムづくりのため森谷武正に変えて警察庁出身の大臣官房長西川哲也を防衛事務次官に起用する人事案を固めていたが森谷の内閣官房長官塩崎康久及び安倍晋三への直訴による巻き返しがあり 首相官邸も第3の案を小池に要求した。情報保全、システム作りのためだった小池人事案は情報漏洩そのものの結果、また小池自身が大きく寄与した安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案が継続審議になった感激をつく形で追えさることになった。ありがとうございます。